優勝いたしました。背番号62番佐藤純平亀山、佐藤ピン組にインタビューをしたいと思います。どうぞフロアへお越しください。まずおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本年度最初の競技会、まず総合優勝された今のお気持ちをお聞かせください。はい、そうですね、今年度最初の競技会ということで、やっぱりこのアレックスムアカップを毎年踊らせていただいているんですけれども、やっぱりここで、いい勢いをつけて次のスーパージャパンカップやその先の1年の、グランダウといいますか、すごく大切な試合だと思っていますので、本日優勝できて本当に嬉しく思います。皆さん、お客様にありがとうございました。毎年この試合には私たちはチャレンジしてたんですけども、2位止まりで、なかなか優勝することができなかったんですけども、毎年コスターに乗ることをやりたいなと思ってたんですけど、来年やって乗ることができて本当に嬉しく思っています。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日の優勝に向けてどのようなことを重点的に取り組んできたでしょうか。そうですね、今年の1月に、イギリスの方に行きまして、UK 選手権といろいろなコンペに出て行きまして、そこで、レベルアップし続けている世界の選手の、フットワークであったりだとか勢いや表現力の、高さを、自分たちもなるべくこうフィードバックして、そこで踊っているような気持ちで取り組もうということで、今回はやっていきました。はい、彼が言ったように、イギリスで感じた風っていうものをこちらで日本でも消さないように、とにかくこうエネルギッシュに、力強く、そして、コネクションなども気をつけて、たくさん練習してきました。はい、今回はワルツが大挑戦からベーシックと普段と違う競技内容でしたけれども、どのように取り組んできたでしょうか。そうですね、こういい緊張感といいますか、もうみんなせーので始めて、まず間違えたらどうしようっていうところから始めて、ただやはりそうですね、このベーシックの中でもなるべく自分たちの表現といいますか、佐藤組ならではのこうなんか良さを出せればいいかなと思って、フットワークもちろん気をつけながらなんですけれども、なるべくこうエネルギーを出すようにやってまいりました。本当に自分たちのベーシックを見直すいい機会になりました。ナチュラルターンを指を離して踊るというのはとても大変で、なかなかやることなかったんですけども、今回この練習をして、ナチュラルターンを指を離して踊るためには必要なこうボディーというか、いろいろ研究できました。すごくいい企画だったと思います。本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。永久選手に、ベーシックでの競技をしてもらおうと実行委員会の中でも結構話し合って最終的に決めたんですけども、今日ご覧のお客様も永久選手のベーシック楽しんでご覧になったかと思います。いかがでしたでしょうか。会場の皆様、今年のお二人の目標とファンの皆様へメッセージをお聞かせください。そうですね、大きな大会ですね、日本の三大大会で全て決勝入りというところを、これはもうずっと僕たちの目標としてやっていっておりますので、そこのシーンをプラスさずに気持ちを強く、やって皆様に表現できたらいいと思っております。今日は久しぶりのマスクなしの試合と、あとは皆さんの声援が OK っていう
ということで、久しぶりに声援をいただいて本当に気持ちよく踊れました。やっぱりあの応援が拍手でも全部嬉しかったんですけども、やっぱり声援があるとあの踊ってる方もすごく盛り上がってきますので、本当にあの皆さんに久しぶりに声を出して応援していただいて本当にあの心強かったです。本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。優勝した佐藤純平、亀山佐藤美由美のビトリーでした。それではこのダンス踊っていただきましょう。